者さんであれどんな団体であれ、はい、根拠だった科学的な根拠だったものに関しては全てリスクだと思って対応いただけるんですね、はい、全ての学者ということでは言えないと思います。いやちょっと待ってください、はい、だったらその態度は、この2008年のこの会議で、勝又会長、清水社長が出席した会議で吉田氏なり、竹黒氏なり、武藤氏なりが報告したときに、シミュレーションだからって流した態度と一緒じゃないですか、はい、いや、ですから、いろいろ学者といってもですね、いろいろ1から100までいろんな考えの方がいらっしゃいますですよね。はいはい、で、100の、まあ、100は危ない方の話だとしてですね、はい、100を言う方がいらっしゃったとしても、はい、世の中の例えば学会とかですね、はい、そういったところの中で、仮にこれあくまでも分かりやすく言うために50ですと、はい、日本で、起きる可能性としては50までですと、はい、いうふうであって、ただ、少人数の方が100ありますと、はい、言った場合にじゃあ100の手当てをするのですかと言った場合に、はい、うちの方としては50という立場になろうかと思います。いやだからちょっと待ってください、それがよくわからないんですけど、はい、でしかもその時に15メートル以上の津波が来るって話は、はいはい、あなたの言い方で言うと、なんていうのかな、少数派ではなかったはずなんですよ。なんでかっていうと、産後総合研究所っていう独立行政法人ありますよね。そこの岡村信之さんという学者の方が、これ東京電力の関係者も出てる時の会議、はい、確か原子力安全保安院かどうかの会議だったと思いますけど、はい、東北大学の調査報告等を元にして、平成21年6月24日に、津波の原因となった上岸地震についてね、検討する必要があるだろうし、派遣として研究したら、結構な高さの津波が出てきたはずじゃないかということを東京電力の関係者まで出てきた会議でおっしゃってたにもかかわらず、それまで無視したんですよね。無視はしておりません。いやだから上岸地震津波と一緒のレベルの話が来たんで、来たからこういうふうになってたんじゃないですか。いや、新しい地球、その2008年のときとは別にですね、その後の話の中で、はい、新たないろいろ情報が出てきたので、新たなシミュレーションをしている最中の中で、今回の事故です。だから今申し上げている岡村幸信 氏やはじめとする産業、はい、技術総合研究所、産総研や東北大学の調査報告が話し合われたのは、これ、平成21年の話ですよ。はい、でその会議、平成21年の会議には東京電力の社員も出てたっていうことは、これ、テレビ報道でも明らかになってて、その時には、まあ 塩谷崎沖地震かなんかで、お茶を濁したっていうふうに報道されてますけど、いやだから、平成21年の時にも言われてたわけでしょ、新たな知見も平成21年の時に言われてるわけじゃないですか、しかもそれ、東京電力の関係者まで出てる会議の時に。はい、はい、ですから私は先ほど申し上げましたように、はい、新しい知見が出てきたので、それに対して、シミュレーションをして対策を考えるというところでございました。はい、それが2年かかってたってことですか。平成21年から 2年近く、その間に地震が来ちゃったからしょうがないってことなんですか。しょうがないとは申し上げませんですけれども、そこの新しい知見の中で検討していたということは、はい、申し上げられます。ということは、検討している間は一切原発を動かさないんですか、今後は。どうなんですか。そんなことはございません。ちょっと待ってください、それおかしいでしょ。新しい知見が出てきて、それがどのくらい危険性があるか判明をしないのに原発を動かすつもりなんですか。とか、新しい知見がそのまま事実かどうかもわからないですよね。それがまず事実かどうかと。ちょっと待ってください、だからその事実かどうかっていうことを検証して、事実だったときに、その時に事実が判明して、はい、いいですか、はい、事実が判明して、それがね、スモーキングガンじゃないけれども、原発のメルトダウンした後の水素爆発の煙じゃ困るんですよ、その証拠が。言ってること分かりますよね。お客様のおっしゃることは分かります。そういう考え方もあろうかと。考え方じゃなくて、それは当然でしょうか。私は当然だと思いますけれども。はい。お客様はそう思われても、思われるのは結構だと思いますけれども。いや、だから事実かどうか分からないときにね、危険性が、その危険性が顕在化するか、顕在化してたときに、原発を動かしてたとたらどうするんですか。例えばですね、ちょっと話がありますけども、ちょっと答えてくださいよ。だからその私の答えになりますけれども、はい、例えば隕石が日本にぶつかりますということがどんどんおっしゃいましたと、はい、じゃあその間、日本は全部地下に潜れということですか。はぁ、何言ってんですか。ですから、事実かどうかわからないうちにですね、その対策をすべきだというのがお客様の意見ですよね。あのさ、清水さん、私が申し上げた津波地震の話で、科学的に発掘すればわかりますよね。
同じお話って、同じなわけない、なわけないでしょ。何言ってんですか、あなた。事実かどうか分からないと言ってんでも同じですよね。違いますよ。事実かどうか、事実かどうかっていうのは、津波や地震っていうのは、今申し上げたんですよ。平成21年の会議で、産総研の岡村氏や東北大学の調査報告といった形でね、結果が出てきてるわけですよ。あなたが今言っちゃった、おっしゃった隕石の話は、一体いつどこで証明されてるんです。全然次元の違う話でしょ。まだそんな感覚で原発動かそうとしてるんですか。例えば東北大学の先生がおっしゃったからそれが事実だと言うんですか。東京大学の先生がおっしゃったからそれが事実と言うんですか。だからそれを、だからいつ大学の名前の話で言いました。私はそういう調査結果が出てきてるんであれば、まずそれを聞いた、調査した上で、一旦原発を止めて調査して、危険性がないのかあるの、原発に対して危険性があるのかないのか確認してから、判断して、それから動かすかどうかっていうのを決めるのが筋でしょ、つってんの。私はそう思っておりません。だから今のはあなたがおっしゃったことはそうじゃないでしょう。事実かどうかわからないけれども、原発を動かすってあなたおっしゃいましたよね。そうです。そんなわけないでしょ。いや、だから調査結果としてこういう証拠があって、こういうふうな発掘をした結果、ここまでね、例えば津波が来た証拠っていうのが、土の中を調査したらここまで来てて、算定したらこれだけの高さの津波が来るっていうことが分かってますと。はい。それはただ福島ではないですよね。福一のところではないですよね。福一のところではない？はい。それ福一って書いてありますか？それは、その報告書。報告書？お客様読まれました？どっちか、その東北大学の先生のおっしゃってるのが、福一の立地地点のところで、それだけの津波の痕跡があったと。まずは調査すべきだ、まずは調査すべきだとは書いてあるし、そういうふうに発言、産総研の岡村氏は発言したというふうに書いて、おっしゃってるのは、確かですよ。それはあなた方の方で調べて同じだと思いますよ。ですから我々もそれは調べておりますよ、当然のことだ。調べておりますよ、ね、調べた結果であの原発を動かし続けたわけですか。おっしゃる通りです。だその態度でまた柏崎も同じように動かすんですか。ですからそういう知見が出てくればですね、当然調べます。新たな知見が出てくれば調べます。それによって評価もいたします。ただお客様のようにその知見が、そういう事実が出てきたという報告がありましたと、はいはい、でそれを調べて、事実かどうか調べるって、はい、分かるまでは原発を止めろというお話ですよね、はい、当たり前の話ですよ。私は当たり前だと思っておりません。